フィッシュパイとは伝統的なイギリス料理の一種である。シーフードをソースで和えたものにマッシュポテトをかけて焼いた料理であり、パイという名称だが通常、パイ生地は使用しない。このパイは通常、タラや小ダラ、オヒョウなどの白身の魚を茹でるのに使った牛乳で作ったホワイトソースやチェダーチーズソースで絡めて作る。エビや片ゆで卵も材料としてよく使われる。深皿に入れてオーブンで焼くが、ステーキ&キドニーパイのような惣菜パイに普通使う、サクサクした生地やパイ側の類を使って、外側を囲むことはしない。パイ生地でパイを覆う代わりに、オーブンで焼くときには、マッシュポテトを使って中身を包む。この料理は、フィッシャーマンズパイと呼ばれることもあるが、これは、マッシュポテトで中身を包むというところが、シェパーズパイに似ているためである。シェパーズパイには、魚ではなく、ひき肉が入っている。じゃがいもではなくさつまいものマッシュを使ったバリエーションなどもある。さつまいものマッシュを使ったフィッシュパイヘンリー一世の時代より、イングランド王室では、シーフードの入ったパイを食する伝統を持っている。1100年にヘンリーが戴冠した時、料理人が、毎年クリスマスに生地を丸めたヤツメウナギのパイを作るようになったという。四旬節にはまた別のフィッシュパイを食す伝統があり、ヤーマスの料理人たちは100尾のニシンが入った20以上ものパイを王に献上したという。1530年には生地に包んで料理した魚を送る慣習が広がっており、ウェールズのスラントーニー修道院の院長グロスターは、ウナギと鯉のパイをヘンリー8世のために焼いた。王室にうなぎパイを献上する習慣は、後も続き、1752年にはパン焼き職人たちがウェールズ公ジョージにパイを献上しており、さらにビクトリア女王の治世にもパイの献上が行われた。スターゲージーパイは伝統的なコーンウォールのパイで、イワシの頭が生地を突き破って出てきているものである。ロシアの魚を使用したピローク。ロシアにはピロークの一種としてフィッシュパイがよく食べられている地域がある。ありがとうございます。